誰だ。でもまあさっきの乗った感じだからすぐ分かる。そういうことなんだよ。やばい、絞れない。ここで自信のある牡蠣と池田の推理を中心に5人を決定。牡蠣は一番最初行きましたけど、最初に来た時に、うん、さっきと一緒だって思っていた、全員正解できていたのか。どうでしょう。違っていたメンバー立ってください。全然違う。牡蠣はだからもう分かったなんですね。で嬉しいです。サクタンのお尻すぐ分かっちゃった。変態コメントみたいになってますよ。